クリンガーの肖像、1807年、フリードリヒ・マクシミリアン・フォン・クリンガーは、ドイツの作家。ゲーテラと交流を持ち、シュトゥルム・ーンとドラングの代表的な劇作家として、活動。その後、経済的に急乏したため若くして、ロシアに渡り、この地で出世を重ね将軍にまで登り詰める一方、小説などの作品執筆を続けた。主な作品に、ソーセージ、 前述の文学運動の名称の元となったシュトルム・ウント・ドランクなどがある。フランクフルトに生まれる。8歳の時に父親が死に、以降は母親が小売り賞や洗濯女として働きながら、一人で息子と二人の娘を育て上げた。奨学金を得てギムナジウムに通い、1772年からはゲーテや彼を中心として集まった若い世代の作家たち。 すなわちアーコプ・ミヒャイル・ラインホルト・レンツやハインリ・ヒレオポルト・バーグナーらと信仰を持った。1774年からはゲーテの援助を受けてギーセンで法学を学んでいる。1775年に諸女作「オットー」を発表。1776年には出世作「ソーセージを書くが弟が兄を妬んで殺す。この作品はヨーゼフ二世により翌年上演禁止とされた。 これらの劇作が成功を見たため1776年に大学を去るが、バイマルで現在も原因が究明されていないゲーテとの仲互いが起こり、その後新作、シュトルム・ウント・ドランクを携えアベルザイラーの一座の雑木劇作家となった。しかし経済的に成功せず、ゲーテの義兄弟ヨハンゲオルクシュロッサーの助力でバイエルンの軍隊に応募し、 大い継承戦争に参加して1778年から79年にかけて、米面に渡った。戦争終結後は友人を頼り、エメンン間に戻る。1780年、再び、シュロッサーの協力によって、ロシア皇太子、パーベル・ペトロビッチ大公のもとで、海軍将校となり、同時に皇太子妃、マリア不要泥ロ部ナ大公女の朗読者として雇用された。 1781年から82年にかけては、パーベル一世に付き従って、ウィーン、イタリア、パリ、ドイツを旅行している。1785年からは、士官学校で教育者としてのキャリアを開始する。1787年に、貴族の女性、エリザベータ・アレクセイエブナと結婚。1801年より、少々、1811年には、中将となった。 一方、ロシアにわたって、以降も、旺盛に創作を続けており、風刺小説、プリンプランプラスコ、ファウスト伝説を、初めて小説化した、ファウストの生涯、行いと、地獄域などを残している。1816年に、退役、1835年、自身の79歳の誕生日から間もなく、エストニアで死去、サンクトペテルブルクの墓地に葬られた。ありがとうございます。